どうもこんばんは、ビーズマニアです。はい、今日はですね、何をするのかというと、まあ、このね、画面が今皆さんの前に見えてると思うんですけど、ビーズのオリジナルアルバムの格付けっていうのをやっていきたいと思います。はい、でね、このシリーズ実は、まあ、シリーズでやってて、ビーズが初めてじゃないんですよ、この格付けね。前回っていうか、もう4回ぐらいやってて、ビートルズ、ミスチル、スピッツ、サザンの順で、いや、順はちょっと覚えてないんですけど、まあ、そんな感じでその4組の、バンドのアルバムの格付けっていうのをもう前回、前々回やってるんで、今回はそのビーズは5回目ですね、そのシリーズで言うと。なんで、結構まあね、やり方とか、だいぶ慣れてるんで、もうポンポンとやっていきたいと思うんですけど、まあね、このサイト、この格付けサイトみたいなのがあるんですけど、これね、海外のサイトなんですよね。で、海外のサイトなんで、まあ、ビートルズのアルバムのそのなんかこの設定みたいなやつはもともとあったんですよ、ビートルズは。だけどやっぱ海外のサイトなんで、日本のアーティストなんて知らない人が多いから、その日本のアーティストのこういうアルバムの設定っていうのがなくて、だからミスチル、スピッツ、サザン、ビーズ、今回のビーズは全部僕が作ったんですよ。そうなんで、あの、褒めてください。あの、無断でね、使ってる人はいないと思うんですけど、そう、これを作ったの僕なんで、はい、あの、感謝のね、言葉をね、あの、コメント欄に書いてください。はい、まあ、どうでもいいんですけど、別にいいんですけど、いらないんですけど、まあ、そんな感じで、あの、これ僕が作ったんで、ぜひね、あの、下に、あの、コメント欄に、あの、この、格付けできるサイトのリンク貼っとくんで、もしね、興味のある方、これシェアとかもできるみたいなんで、その、ぜひやってみてください。ビーズだけじゃなくて、まあ、前回やったミスチル、スピッツ、サザンのリンクも載せておきます。はい。まあ、ビートルズはね、もう検索すれば出てくるんで、もう、載せなくていいかなと思ってます。はい。という感じでもう、ちょっと前置き長くなったんで、早速やっていきます。はい。もう今、もう2分ぐらい経っちゃったね。はい。じゃあもう早速やっていきますね。前置きが長くなっちゃった。はい。もうね、結構前回の動画とかで、よく言ってると思うんですけど、一番好きなアルバムは、まあ、決まってます。こいつですね。はい。アクション。いや、アクションはやっぱり聞き応えがあるんで、あの、SSS、まあ、トリプル S ですね。うん。で、まあね、大体その、あの、SSS と SS と S で、そのなんか、特に好きなランクを3つに分けたんですけど、そう、まあ、とりあえず、これはね、あの、前回に乗っ取って、そう、今までの、その、ミスチルとかの回に乗っ取ってやってるんで、まあ、結構その、ビーズのアルバムも、その、特に好きな、あのアルバム群と、まあ、そうでもない、まあまあ聞く群と、全然聞かない群みたいなのがあるんで、で、その中でも、その、めちゃめちゃ好きな群の中でも結構僕ね、分かれてるんですよ、僕の中では。なんで、まあ、その、前回に乗っ取ってるっていうのもあるんですけど、まあ結構、これだと分けやすいかなと思ったんで、はい、SS、あの、S は3つに分けました。はい。で、アクションが S、あ、トリプル S で、で、まあ、ちょっとね、最近ね、11が好きなんですよね。あの、僕筋トレするんで、筋トレ中によく聞く。で、筋トレがはかどるアルバム、は何かって聞かれると11なんですよね。で、11とアクション。なんで、僕 SSS ですね。トリプル S に11を入れときますね。うん。いや、このね、2枚のアルバムはめっちゃね、はかどるんですよね、筋トレが。そう。あの、筋トレの時に純情アクションとか、あの、パーフェクトライフとか、一心不乱とか流すと結構ね、あの、めちゃめちゃなんか重い重量持ち上げれる気がするんですよね。うん、ワンオンワンとかも結構いいんですよね。なんか結構、結構ビーズってその筋トレ向けなんじゃないかなって個人的には思ってます。で、イレブンもね、そう、結構好きですよ。きらめく人とかもさ、ヘイヘイ立て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 のところとか、そう、あ、もっと頑張るぞ、もっと頑張るぞってなっちゃうんで、そう。だからビーズの、特に、筋トレがはかどる2枚だと僕は思ってます。はい。で、こっからなんですよね。残りが結構微妙で、まあ微妙っていうか、エピックデーと、ダイナソーで。順番で言うと、まあちょっとここにマジック載せとこうかな。こんな感じで、まあ順番に一応、あ、順番で言うとこれか。アクション、あとね、そんな感じで。いや、このね、3枚は、この2枚ほどじゃないんだけど、めっちゃ好き。この3枚。マジック、エピックデー、ダイナソーは、ここら辺もね、大好きなんですよね。うん、だから大好きなうちの中 の、まあ、下あの2番目のランクみたいな感じですね。はい、いやマジック最高だよね、うん、夢の中で会いましょうとか大好きだし、でエピックデーもねめっちゃ好き。本当にエグジットトゥーザサンとかさ、マッチオブザ、マンオブザマッチとか、 そこら辺結構筋トレではかどるし、ダイナソーも結構ね、そうルーフトップとかね、筋トレ中に、僕ねビーズは基本筋トレ中、あの筋トレ以外でも聞くんですけど、筋トレ中に絶対聞くっていうのがビーズなんで、
そう、その中でも結構この3枚はよく聴きます、はい、でこっからが迷ってくるんですよね。全然じゃあちょっと好きじゃないアルバムからちょっと下から並べていきましょうか。まず初期のアルバムは微妙ですね。初期のアルバムはとりあえずここにあれ、置いときましょうかね。初期のアルバムは今のアルバムよりいいっていう人は多分いないと思うんですよね。もしいたら申し訳ないんですけど、じゃこの3枚を超える、なんだっけ、今のアルバムがそのこの3枚 の、 その初期作よりも下ってことはないと思うんですよね。この3枚が現在を超えることはないと思うんで、やっぱり結構手探り状態だったアルバムじゃないですか。まあ、売れる、どうやったら売れるかっていうのを試行錯誤やったりとか、稲葉さんが作詞で苦しんでたりとか結構するアルバムじゃないですか。まあこの良さはあるんですよ。初期の良さってもあるんですけど、やっぱこの上位のここら辺より好きかどうかって聞かれるとちょっと微妙ですね。なんでまあでもね、その中でも俺、僕は初期のこのファーストのビーズの方が好きかな。なんで C にしておきましょうかね。正直僕ね、オフザロックとかブレイクスルーちょっと微妙なんですよね。結構初期のそのファーストのビーズは割とそのハートも濡れるナンバーとか結構今でもライブでやったら盛り上がるんじゃねって思う。結構ハートも濡れるナンバーは好きなんですよ僕。あと夕べのクライングも好きだな。そこら辺も結構初期のそのファーストの曲の中でも結構好きなんで、オフザロックブレイクスルーちょっと微妙なんですよね。なんでちょっと D にしておきました。で、いやーでもね、どうなんだろうね。まあでも初期はまだ聞く、どんどん聞いていくうちにハマっていくっていうか、良さがどんどん分かっていくかもしれないっていう可能性を秘めて C にしておきますわ。正直この3枚よりもあんま聞かないってアルバムがあるんで、現代のね、あ、ちょっと言っちゃった、はい、という感じで、D はね、ちょっとグリーンにしときましょうか。グリーンは聴かないな。グリーンは申し訳ないけど聴かない。好きな曲がほとんどないですよ。なんで、あとカモンかな。カモンもね、全然好きな曲が思い浮かばないんですよね。なんで D にしときました。このね、初期の3枚は割と結構聴く価値があるというか、そう、結構面白いじゃないですか、聴いててね。この2枚は正直聞いてて面白くなかったんですよね。個人的な見解ですけど。はい。なんで、ちょっと D にしときました。はい。結構辛口だし、かなり偏ってる意見だと思うんですけど、これが僕のスタイルなんでね、文句言わないでくださいね。はい。で、あとは、ニューラブとかはいいな。ニューラブはね、結構聞きまくったんですよね。聞き飽きたんちゃったんですよ。結構ニューラブっておしゃれなアルバムですよね。結構なんか、いいアルバムだと思うし、結構2019年リアルタイムでめっちゃ聴いてたんで僕、でもちょっと聴き飽きたんで A かな。ちょっとめっちゃ好きな部類ではないんですけど A にしておきました。結構思い出深いし、いいアルバムだと思います。ブラザーフットは S だな。ブラザーフットは結構好きだし、筋トレ中もよく聞くんで、はい。セブンスブルース行こうかな。セブンスブルースは、ここかな。ちょっとここら辺で揺らぎますね。セブンスブルースもいいアルバムだと思います。ライブではちょっと盛り上がらないんじゃないかなと思うんですけど、聞く分にはでも筋トレ中にはかどるかっていうと微妙なんで S ですね。この5枚は超えれないかな僕の中では。で、ザ・サークルもいいんだよね。ザ・サークルは S かな。S で、ビッグマシンもいいよな。でもな、ザ・サークルとビッグマシンって結構似てるじゃないですか。なんか本当にすごいシンプルなサウンド、バンドサウンドでストリングスとかピアノの音とか入れてないのがこの2枚じゃないですか。このビッグマシンとザ・サークル、そう、このなんかすごいシンプルイズザベストみたいなところあるけど、ビッグマシンとザ・サークルで言うと僕ザ・サークルの方が好きかな。ビッグマシンも好きなんですけど A にしておきますね。ちょっと順番に並べようかな、綺麗に。順番に並べるとこうか、こうかな。で、モンスターも A ですかね。モンスターも A。モンスターもいいアルバムだと思うんですけど、ちょっとね、微妙な曲もちょいちょい入ったりとか、するんで A ですね。はい。これいい感じの、なんか文句なしな、なんか悩まないですね、あんまり、今回は。ルーズね。ルーズもね、あんまり好きじゃないんですけど、結構この間のファイブエラーズとか見て、夢見が丘とか結構、あ、いいなと改めて。結構緩い感じのアルバムじゃないですか。なんかコンセプトもあんまりよくわかんないし、で、そんなに好きな曲多くないんですけど、これからちょっともしかして化けるんじゃねっていう可能性も秘めて、B にしときます。はい。
うん、でルーズって一番売れたんだよね。これは本当に運だよね、完全にね。結構流れが良かったし、ラブファントムとか入ってるから一番売れたってことあるじゃないですか。なんかこのアルバムがいいから売れたっていう感じはしないんですよね、ルーズは。うん、なんで、うん、ちょっと過大評価されてる気がするんで、はい、そういう感じです。はい、でサバイブね、サバイブがね、うん、ファンタスティック有働くんがね、サバイブ大好きなんですけど、僕サバイブちょっと聞き飽きたんですよね。うん、なんで、うん、B かな。うん、でランはね、ラン以外は好きですね。ラン以外は好きなんだけど、うん、B かな。うん、ここら辺はちょっと微妙なんですよね。聞き飽きた感もあるし、うん、全部 B かな。ちょっと、はい、一回ここに置いておきますけど、整理しますね。カモンとグリーンはガチダサ作だと思ってるんで、僕、はい、申し訳ないですけど、他のアルバムの方がいいと思いますし、グリーン、カモンは聴かないんで、ここで決定ですね。で、まあ、過去作はそれよりも上、うん、この3枚。この3枚、正直なんか、正直どれがいいとか分かんないですね。はい、で、B はここら辺、まあ、僕、イン・ザ・ライフ聴き飽きたんで、はい、ここですね。はい、あ、でもこれもうなんか、いいな、これでいいかもしれない。なんか迷わなかったですね。はい、これでいかがでしょうか。まあね、これ本当今のランキングなんで、今後ね、まあ僕本当にビーズのアルバムとか、まあ、好きになったアーティストのアルバム一回聴いてポイしないんで、そう、もう何回も聴くんで僕は、うん、そういう、まあ、結構ね飽き性ではあるんですけど、そのまたハマるところもあるんで僕、はい、まあまたね気持ちも変わるかもしれないんですけど、現在の気持ちで言うとこれですね。はい、いかがでしょうか。まあ皆さんぜひね、下にこのサイトのリンク貼っとくんで、皆さんのランキング、付けたやつとかをぜひ載っけたりとか、まあ下のコメント欄に書くもいいし、シェアしてみてはいかがでしょうか。このサイトぜひシェアしてください。僕が作ったんで、はい、このサイトを作ったわけじゃないですよ。このページを作ったの、ビーズのページを作ったのが僕です。はい、という感じで、はい、終わりましょうか。はい、もうね、うん、ビーズのアルバムいいっすね。うん、本当にすごい時代によってなんかいろんな、なんか味が出てるし、あといろんなことを挑戦してると思うんですよね。そう、なんか最初ビーズを聞く前はなんかハードロックのうるさい感じのバンドなのかなと思いきや、結構ね聞いてみればね、いろんなことしてるんですよね。うん、やっぱりビーズってやっぱりすごいなとこの格付けやってて思いました。はい、という感じでね、皆さんもぜひやってみてください。という感じで、まあね、こういう格付けやってますけど、僕もミュージシャンやってますので、ぜひね、曲聴いてください。今度ね、6月じゃないわ、9月の15日に6枚目シングルがリリースされますので、ぜひ聴いてください。で、現在ね、結構十何曲かリリースしてるんで、ぜひね、チャンネルクリックしてトップの方にミュージックビデオありますんで、ぜひ聴いてください。というので、終わります。ご視聴ありがとうございました。